厳密には法律上、大麻って、その、所持と栽培と売買。要は、大麻を、持ってることは違法ですと。あと、誰かに売ることは違法ですと。あと、大麻を育てることは違法ですと。で、吸うのは違法じゃないんですよ。大麻を吸って捕まって、で、吸ったことは事実です。でも、その大麻は僕の所有物ではありませんって言って、有罪にならなかった人っていうのもいるんですよ。今、吸うことは違法ではないんですよ。で、じゃ、そもそも論、なんでじゃあ大麻吸うのを違法にしてないかっていう。蕎麦屋の店員とか蕎麦屋の客が、大体刑務所行きになっちゃうんですよね。大麻として流通しているものの成分ほど多くはないんですけど、そうは言っても、麻の実の種なので、THC 含まれてるやつもあるんですよ。唐辛子の中に麻の実っていうのが入ってるんですよ。で、その麻の実って、まあ、名前の通り、大麻の種なんですよね。大麻として流通しているものの成分ほど多くはないんですけど、そうは言っても、麻の実の種なので、THC 含まれてるやつもあるんですよ。なので、じゃあ、蕎麦屋ので蕎麦食って七味唐辛子かけた人捕まえて、血液検査して、THC 出てきましたっていう風になっちゃうんですよね。そう、七味に中毒性あるんですよね。なので、七味違法にすればいいんじゃないですかね。大麻だし。